和田正幸と赤羽健二の和田クスレディオ。皆さんこんにちは、ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは、ダックス赤羽健二です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団 X アーツの代表和田正幸さんが赤羽健二と一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組でございます。はい、前回はね神谷明さん来ていただきましたが、はいね、シティハンターとちょっと胸熱でございました。話をいろいろね、うん、していただきました。もうお元気でそうエネルギーに満ち溢れた方でございました。本当に75歳ってね、信じられないぐらい本当にもう、パワフルパワフル、もっこりってね言ってもらって、75でもっこりが言えるお元気、いやもう素晴らしいです。もうぜひともこれからもう元気にいろんなのまだまだやっていただきたいです。大先輩としてねえ、な感じでございましたが、はいはい、まあね、アニメのトピックとしてはですね、まあ、最近ですね、まあ、奥弘也先生によります、まあ、漫画ガンツ、ガンツ ね、ハリウッド実写映画化企画進行中ということで、ギョンギョンギョンってやるんです ね、国内ではまあ2004年なんですね、テレビアニメ化。あ、そんな前なのか、ね、で11年にまあ二宮さんとか ね、そう松山さんとかで実写映画もして、うん、で実写映画企画は初期段階にあり、制作開始時期か不明ということで、まだまだ先なのかもしれない、まあ、どうなんやろハリウッドだとあのセクシーなシーンとかは出すんでしょうかね、カットされるんやろうか ね、なんかどこまでやれるんだろうね、広角のあのスカイオハーバージョンみたいな感じでちょっとまろやかにするのか、ほい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 、あのあったじゃないですか、広角機動隊のね、あのスカレット・ヨハンソンが主役、あの大佐をやって、そう、あ僕ねそっちの方まだそう、どういう感じにしたんですか、結局あれもそうですよね、そんなにセクシーなシーンは出ないですよ。そうか、元とね、アニメーションみたいにポロはないわけですね今ポロでポロだって一緒にガーンってでバッサのテンションが上がった瞬間でした。今ね結構多いですよね、だからワンピとか誘白とか、今ガンダムまでついに最近ね、実写でやりますみたいな感じになってね、ワンピはどうするんだろうと思いますね。ワンピースね、本当に、まあ、キャスト今のところね上がった方々見るとおーって感じですけれど、うん、皆さん、うん、しかもほら本当にもういろんな国々の方をきっとね集めて、そうね、そこにね、うん、新田真剣佑さんも入ってて、そうね、ゾロということで、うん、ぜひもうガンガンやっていただきたいですね。もともとアクションとかね、すごい人だからね、そうお父様とかね、そうですよ、そうさんとか、そうです、ございますから、うん、いややってほしいなというわけで、まあちょっとねもろもろ楽しみにしていきたいと思います。はい、はいね、ではそろそろ始めていきますか。はい、ではでは和田正幸と赤羽健二の和田クスレディオ、伊達にあの世は見てねえぜ。和田正幸と赤羽健二の和田クスレディオ。アニメ都市伝説、アニメ都市伝説の世界へようこそ。世の中にはまだまだ解明されていないアニメに関する世にも不思議なお話が多数存在します。ここではそんなアニメ業界にまつわる都市伝説を、本当か嘘かは不明なまま紹介していきます。では早速メール紹介していきます。ゆめまるさんからいただきました、ありがとうございます。ポンさん、バネさん、こんにちは、ダックス、こんにちは、ダックス、初めてメールいたします、ありがとうございます。お待ちしてました。早速ですが、私が知っているアニメ都市伝説的な感じなものを一つご紹介します。うん、私はもともとアニメが好きで、そこから声優さんを好きになったのですが、声優の小野大輔さんがもともと声優志望ではなく、ラジオドラマの裏方としてお仕事をされていたというお話です。ね、そして声優になったきっかけが、ラジオドラマ制作中にスタッフ不足で出演者側になったところからということらしいです。何そのなんかアニメみたいな展開ね。うん、今では声優の人口も増え、そういった事例はあまり聞かないのですが、一昔前はそういったことがたくさんあったのでしょうか。分かる範囲でお二人の意見も聞いてみたいです。どうなんでしょうね。僕もなんか小野さんとかと喋ったりしても、やっぱさすがになんか別に今更声優なんかお互い声優志望の話とかもすることもないし、うんうんうん、確かに僕は初耳でございました。なんかね、どこかで紹介されてるのか、すごいね、うん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 、そうやって、あ、
ウィキペディアにはありますね。あ、本当。ウィキペディアには、違う、ピークスイブだ。ピークスイブ、ピークスイブ百科にはありますよ。ほう。へえ。人見知りの人嫌いだったらしく。あ、そうなんよね。少人数でできるラジオ制作をやりたいと考えていた。しかしなかなか才能が開花せず、ある時ラジオドラマの収録の際に役者が足りないという事態に陥り、仕方なく出演したことがきっかけとなって声の道、仕事の道に進むこととなった。うん。へえ。まあそう、でもまあ稀有な例だと思いますよ、どっちかというと。あ、そっか。バネさんも役者仲間多い中ではやっぱりそういう、うん、ほら、なんだ、別に声優にあんま興味なくて、うんうん、なんとなくなんか習い事感覚で始めたでなんかね目が出る人とかそういうのは聞いたことあるけど、うんうん、全然普通に裏方やってたんです。だから、あ、うちの事務所の藤井幸男ちゃんはそうですね。え、あ、そうなんだ。裏方で照明とかやってて、でも藤井さんが、でもあの子でも多分声優とかでもなりたいと思いもあって、だからそこから転身したというか、そうそう、やりたくてわざちゃんと転身したけど、多分ほら小野さんは、いや裏方の仕事してたかったけど、うん、呼ばれてしまって出ざる。だからアニメで言うとよくあれありますよね、たまにガヤとか人足りないからちょっと来た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 みたいな感じで、うん、スタッフさんにガヤやってもらって、だからそのガヤやった時にきっと、あ、いけんじゃんみたいな、ね、いい声してんじゃんで、多分そのままやっちゃったみたいなパターンだけど、やっぱそんなの聞かないから、うん、普通じゃ。だから小野さんのこれが本当だとしたらやっぱ稀有だと思いますね。なるほどね、うん、いやでもあのガヤの時ね、そうそうそう、ブースのこっち側から呼ばれる時の人の反応が様々でね、みんなあの、お、待ってましたって人と、え、絶対やだってこのね、まあ、ね、そうですね、なんかね、キャラ出るよねあれね。でもそういう意味ではゲーム会社の人たちって結構あの声優さんじゃなくて自分たちが声をサンプリングしたりとか、あ、格闘ゲームの、ね、そうそう、デアとかウォーとかさ、ああいうのは大体あのスタッフだったりするですよ。 あとデートナー USA のあの歌ももともとはあの、まあ、音楽もやられてるんだけどゲーム会社に勤めてらっしゃる方ですよね。だから確か声優の竹虎さんとかはあの声優になる前はゲーム会社の人だったと思うので、そういう道はあるかもしれないですね。あるかもしれないですね、うん、まあでも確かにね、まあ、ちょこっと脱線しちゃうけど、確かにね、その多分スタッフさんが、アフレコもたまにあるんですよ、そのスタッフさんがなんかきっとダミーで当ててるんだろうなみたいな、それできっと声優さんにタイミング取ってほしいですみたいな感じでくれるのあるんですけどね、それがね、まあ面白いって時があるんですよ。うまい、うまいじゃなくて面白い、うまいというか、ね、ゴールデンエッグス的な感じになっててね、まあ面白いってなんですよ、多分これうちらじゃできんなみたいな。僕らやっぱそれやっぱ製品としてやっぱ結構キャラもねそこから乗っけて作っちゃうから、でも逆にこの感じがうちらには出せなくて面白いと思って、これこのまま出しても絶対面白いのにと思いながら、なるほど、っていうのはたまにねあったりしますよね。あのあれでしょ、新海監督も自分で全部声を当てるっておっしゃってたから、女の子も込みで、そうそう、それが女性の演技がまた見事らしいんですよ。見事なんだ、うん、見事なんだ。もうキュンとする言い方を新海監督がするんですってことをね、どなたかおっしゃってました、ね、言ってたね、まあでも確かにな、新海監督の女の子やっぱ多分そこら辺力入ってるもんな、なんかな、うん、そういうの、そっか、あるんだね。いやでもこのなんか垣根を越える話って僕すごい大事で、そのスタッフサイドなんだけどその経験を経てから、まあ、表の、あの前に出る仕事をするって、まあ、その逆もしかりで、そうですね、なんかね、演技してた人がスタッフサイドもできるっていう風になると結構両方の気持ちが ね音響監督やったりとか立体的に見えると思うんですよね、まあ、だから人によってだから本当あれですよね。だから鈴村さんとかもそうですよね、うん、多分声優がってやって、多分声優業界の仕組みとかいろんなの知って、うん、ああプロデュース業もねありだなとか多分そういう風になってると思いますし、確かに確かに、うん、多分そういう方多いと思う。だから多分なんか社長になる方とかも多分そういうのがあるのかもしれないですよね。独立して社長になる人たちもなんか、うんうん、いろいろ声優の仕事見てって、こういう風に見てって、ああこうしたらもっといいんじゃないかとかね、いろんな多分ね、うん、皆さん思ったりして、そうあれなんですよ、あの社長の悲哀って意味で言うとちょっと話が変わりますけど、うん、あの漫画のね人たちとか出版の人で大体こう年齢が上がってくると、もう現場離れなさいと、うん、編集担当はもうやめて部長とかになっていきなさい、それが嫌だから独立するんですよ、うん、けど会社始めちゃうと結構ね、経理のこととか契約のこととか、うん、まあ、請求書だとかと、なんでみんなの相談を受けなきゃいけないとか、だからやりたかった現場の仕事がやっぱできなくなってくるっていう悲哀があるんですけど、役者さんの場合どうなんだろうね、その役者としても続けながら社長もやって、で自分でプロデュースもしてっていう風になるので、まあまあ
大変でしょうけど、いややっぱバイタリティないと無理だと思います。だから早見翔さんとかもすごいなと思いますよ。確かに、だって全然自分じゃない現場とかやっぱなんかお顔出しに来たりしますからね、様子を見にとか。そう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 、早見さんがその中入らずにあれね、あのなんだっけ、待ち合いの場所っていうんですか、はいはいはい、あれあのスタジオの手前側あるじゃないですか、はい、そこで待ってるってこと、あのソファーのとことかでとか、だからなんかやってるとこちょっと見て、多分スタッフさんとか挨拶して、ね、どうぞきっとうちのなんとかよろしくお願いします的にちゃんと挨拶をして多分書いてらっしゃるんだと思いますけど、かっこいいな。いやだから多分ね、やっぱ今事務所の数も多いじゃないですか。確かに、だから多分そういうのも込みでやっぱそういうのもやっていかないといけないって多分社長としての一面なんだとは思いますけど、まあでもあれですよね、この小野さんの例じゃないですけど、あと聞くのはやっぱ舞台系の人が引き抜かれるよ、たまに聞いたりしますね、うんうん、だからパクさんとかもどっちかというとね、そういった感じっていうのは聞いたことありますしね。そうそう、富野さんとかね、それでターン A みたいなね、うん、流れとかも聞いたことありますけど、うーん、あとはなんかあんのかな。まあでもアイドルの子たちもそうなのかな、人によってはきっと。あのアイドルはやっぱ AKB のねグループとか一緒に仕事することもあるんですけど、そのやっぱね声優に憧れてたんだけど、まあ、元々やりたいとかね、アイドルそうそう、をやってたので、卒業後はやっぱ声優やりたいですって子が結構な割合でいるから、る、最初ちょっと批判もあったじゃないですか。でも、うん、まあ批判はあるのかもしれないけど、でも僕ら側からすると賢いなと思って見ちゃいますけどね。あ、うん、やっぱちゃんと露出をすることによって、うんうんうん、とりあえずいろんな人に顔を覚えてもらって、うん、ファンが増えて、うんうん、そうそうそう、ファンをつけた状態で、あ、声優の方もやるんだってなると、うん、そのままね、まあもしかしたら人によってはあんまね、ちょっとあ声優の方は興味ないっていう人もいるのかもしれないけど、大体がね多分そのまま応援してくださる方が多いと思うし、やっぱ知名度もその段階で割と、うん、ほらある意味声優としては新人じゃないですか、そのアイドルの子でも他の新人と比べたら圧倒的にその知名度と、うん、そうそう、認知度は高いわけだから、やっぱ戦略としては僕はありなんだろうなとは思いますね。今やっぱり世の中みんな知名度だなんだってよく言われてしまう業界にもなってきたので、うん、なんとなくの僕の印象だけど、確かにバネさんの言う通り、あのAKB のグループとか坂道グループ卒業されて、まあ女優としてね花開く人もいるんだけど、声優の方がなんかフィットしてるというか、結構長く続いてる感じがしますね。まあ、あのどこ行っちゃったのにならずに、だってあれじゃないですか、結局アイドルやってたけど、うん、声優になってもアイドルするじゃないですか、そのコンテンツとかね、はいはい、うん、そうそうそう、うんうん、ね、アイマスさんとかね、ラブライブさんとかもちろんそういうのも込みで、だから多分そういった意味で多分そうですね、親和性は高いんだと思います、うん、で持ってるスキルが多分そのままある程度使えるというか、うん、だってバラエティとかもね人によってはやってた子もいるでしょうし、確かに確かに、そうそう、だってバラエティなんて新人の子何も分かんないもん、もう何面白いことなんか何一つ言えないよと思いながら、うん、でもほら声優さんって面白いんでしょと、面白くねえよと思いながらみんな面白いと思うんじゃねえぞと思いながら毒づいてる毒づいてるいや大変だなと思いますよ。だからさ、やっぱいろんな今顔出しのこん、ね、別にそのアイドルじゃなくて限らず今いろんな、うんうん、ある意味だから声優の地位がちゃんとね、うん、今上がっ、また一個ステージをね上げるための段階なのかもしれないけど、うん、やっぱ声優さんってちょっとそこら辺面白いんでしょ的な感じなんだろう。だからこれはあくまで僕個人の見方なんで、うん、あの人によってまだ違う、まだやっぱり顔出しの俳優さんとかとちょっとまだ扱いが少し違うなと思う、違う違う、正直、うん、そうね、うん、でも役者であることは同じのはずなんですよ我々。そう、その通り。そう、でもまだどっちかというと我々はちょっとまだそういう面白い、はい、じゃあこのキャラクターで、はい、どうぞみたいな感じで、若干そういう、俺あれよね、そういう振りが若干まだあるかなっていう感じが、だからちょっとバラエティチックな感じがなんかあるかなって思う時はあるの、うん、だってほら顔出しの役者さんに、はい、じゃああのドラマの人で、はい、どうぞってまあまだないでしょ、ね、あのセリフくださいってやらないもんね。ないでしょ。そうなんですよ。まあ、だからまあこれもまだ多分ね、今ちょうど多分そういう時期なんだと思う、多分もう少しやるとまた変わってくるのかもしれないんですけど、ね、そう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 、ね、だってあの声バッとやってくださいって、なんかね芸人さんにちょっとじゃあ一発でやってくださいみたいな話じゃないですか。それはね本当は、まあね、そろそろやめたいね。若干もうそれがもうね、ちゃんと仕事感もあるけど、ね、まあ、実際芸人さんもどう思ってるか分かんないけど、そこに関してはそう、だってしかもさ、はいどうぞって言われてもさ、なんだろう、ちゃんと
オンエアの時そのキャラクターのなんかかぶせてもらってますとか思ったりするし、だってほらリアルの自分のまんまでそのキャラクターのやつ喋ったって僕はやっぱ若干冷めると思うんですよ。みんなが見てるのはその声で聞いたアニメーションだから主にちゃんと見てね、聞いてるのは。だからねそこら辺はなんかあれですね、もう皆さんあの関係各所気を使っていただけるとみたいな。いやそうそう、 まさに今もう声優ってお仕事がどんどん拡張してってるのがね。そうでも拡張してるがゆえの多分今ね、そうそうそういろんな多分ちょっと足りないなとか、うん、ああして教えて多分そういう時期にちょっと入ってんのかなとか思ってるしますけど、でもねほら逆にやっぱ宮野さんとかアマゾンプライムの CM やるんかいとかね、歌っちゃってるしね。あそこ松本人志さんとかああいう方々がやってたところに宮野さんがはすげえなーと思っちゃうから、そうそうそう、いや宮野さんは宮野さんでなんかきっと自分のプランニングをきっと今駆け上がってるんだろうなとかってね。ほほほ言っちゃった。いや思い、いやみんなやっぱねあると思いますよ、うん、それはやっぱりやるからにはそう何かしらのやっぱり自分たちのそう行き着く場所のためにやってるとこは絶対どっかにあると思う、ね、もちろんね、うんうん、大元は作品のためだと思いますよ。そう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 、作品のためにやってるけど、うんうん、でもやっぱ作品プラスやっぱ自分としても出ちゃってるから、うん、まあ出るからにはねこう自分の知名度とか ね大河ドラマ出る人も増えたしね。そうそうそうね、津田健さんとかもがっつり今ドラマ出てますもんね、うん、最愛に出てますからね。めちゃくちゃエロい声だなとでもやっぱ普通にドラマでもしてもかっこいいなと思っちゃうから、やっぱ津田健さん素敵と思いながら見ちゃったりもしますけどね。そうそうそう、いやだからいろんな仕事があるから、もしかしたらね聞いたことがない感じでまた声優になるって人が現れるかもしれないです。確かに確かに。でちなみになんかこれはまあ本当かどうか豆知識なんですけど、ハリソン・フォードさんもなんか大道具から役者になったということ で、だから小野さんのこれのね志望というか声優になった理由が本当であるならば、まあ、ハリソン・フォードと小野さんは同じ道をたどって役者になったということでございますんで。いや小野さんも小野 D もそうですけど、ハリソン・フォードもあんなイケメンが大道具作ってた。ハリソン・フォード D になるわけですよ。いやすげえ、ハリソン・フォード D ハリソン・ D ・フォードになるわけですよ。ワンピースみたいじゃん、 D の称号持っている。いやなので皆さん豆知識でございます、本当かどうか分かりませんが都市伝説でございます。ということでこのコーナーでですね、皆さんからアニメにまつわる都市伝説を募集しております。真偽は不明でも大丈夫です、どんどん送ってきてください。以上アニメ都市伝説でした。信じるか信じないかはあなた次第です。和田正幸と赤羽健二の和田クスレイディオ、和田クス七色セリフオーディション。ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしていただきます。ね、毎月番組から男女別で、まあ、とあるセリフがねテーマとして出されていきます。月間やねこれね。チャレンジャーにはですねそのセリフ読んでいただきつつ、まあ、その後ね和田さんと赤羽がね、まあ、ちょっと様々な演出といいますか、まあ、要望と言いますか無茶ぶと言いますか無茶ぶりと言いますか、ね、していきますので、まあ、チャレンジャーの方にはちょっと頑張って振り回されて対応していただけたらなと思います。まあ、最終的に合格した学生さんにはですね和田さんが社長を務めるエクスアーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。はい、なので頑張っていただきたいんですが、早速ですね今回の学生さんご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ新宿校、ドラクエをやっていればどんな辛いことも乗り越えられるはずな清水晴一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでちょっとね、はい、チャレンジしていただきたいと思っておりますが、まあ、11月の、ねはい、テーマセリフ発表します。11月用の男性セリフはこんなところでやられてたまるか、俺にはまだ仲間たちがいるんだですねとなります。というわけでまだですね、まあもうこのセリフもう清水くんが感じた通りにちょっとまずは喋っていただけたらなと思います。準備の方よろしいですか。はい、ではですねじゃあまずは演出入れずにそのまま清水くんの思ったまま読んでいただきましょう。お願いします。こんなところでやられてたまるか、俺にはまだ仲間たちがいるんだ。おい
おい、ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます。いやそうだ、ね、いやでもこれですよ。これが欲しいんですよ。そう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 、ここからどうしようかな。でももう正統派にはなってるもんな、はい、なんだろう、今のかっこいいよさはまあなんかかっこよさ残してもらいつつ、ちょっとなんか 2.5 枚目とかちょっと3枚目の人がちょっとこの窮地に陥って、そうでもね仲間たちがいるんだっていう感じをちょっと今のところかそっちの方にずらしてもらったのを聞いてみたいです。いいですか？わ、はい、かりました、頑張ります、ありがとうございます。いやいや、ちょっと、まあ、2.5 枚目から3枚目な感じでセリフお願いいたします、はい、こんなところでやられてたまるか、俺にはまだ仲間たちがいるんだ。なるほど、なるほどね。いやなるほどね、むずいよね。でもねちょっと難しいです、ね、あ、はい、俺が言っといてそうなんだよ。いやでもね最後の方とかそういう感じにそうちょっとニュアンスを変えていただいたなって思ったので、はい、はい、次ね、ちょっとじゃあなんか独り言のようにこのなんだろう、ちょっとうつむいて、はい、周りに聞こえないぐらいのこのなんていうのかな、そういう感じでもらえますか？なんかあれだよね、細かくちょこっと、まあ、ディレクションをさらに入れちゃうと、うんうん、多分仲間たちがいるのは今1個も2個目も割とバッて貼ってもらったんだけど、そこも、まあ、貼りたいところちょっとねクッとちょっと自分の中に入れ込んでもらうみたいなね、あ、はい、多分そういうニュアンスの方がきっと多分落差が出ると思うので、さっきの1個目と2個目より、はい、なのでじゃあどっちがなんだろう、まあ、今のが宣言だけど決意系の方、うん、決意系、はい、そっちな感じですよね、うん、多分ねニュアンス的にはね、ぜひお願いします、はい、じゃあちょっと今の流れの、はい、ちょっとセリフをどうぞお願いいたします。こんなところでやられてたまるか、俺にはまだ仲間たちがいるんだ。うんうんうん、素晴らしい、はい、うん、ありがとうございます。ストレートに落とし込んでいただいたと思います。はい、どうする？じゃあ結婚、じゃあなんか語尾に僕なんかつけていいので、仲間たちがいるんだの、はい、なんか後ろにつけていいので、はい、なんかアニマルにしてもらっていいですか？アニマル、はい、わかりました。アニマル、うん、アニマル、動物、動物ですか、はい、また後ろになんかつけるとそれっぽくなるので適当に言ってるだけ、全然つけなくても全然いいです。あ、なるほど、そう、はい、でもなんか動物はお任せします。はい、はい、じゃあいいですか、すいません無茶ぶりしてますけど心のご準備は。わかりました、はい、はい、じゃあ、はい、アニマルな感じでよろしくお願いします、はい、どうぞ。こんなところでやられてたまるか、俺にはまだ仲間たちがいるんだ、ぴょん。おい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 、いいっすねありがとうございます、いいっすね、多分ね 2.5 枚目とか3枚目も俺こっちの路線が好き。ああなるほど、はい、そう、はい、でもなんかそれを引き出せたって感じが、それ今やってやった感あるよいや、ありがとうございます、やってやった感ある、はい、なるほどね、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。どうでした、はい、和田さん。いやなんかね、まさに新たな方向性っていうか、うん、演技の幅が見えてすごい素敵じゃないですかね。ちょっと感動したよ、よかった、はい、いやぴょんぴょんよかった、ね、ぴょんよかった、正統派とぴょん両方落差が聞けたんで、ね、そうそう、バネさんと清水さんとのね、あの心がつながった感じだった、そうなんですかね、つながったのかな、つながったってことにしましょうはい、というわけでございまして、このコーナーでですね使用する男女別のセリフなども募集しておりますので、どんどん送ってきてくださいということで、以上ワダックス公開オーディションでした。清水春一くん、ありがとうございました。ありがとうございました。和田正幸と赤羽健二のワダックスレディオ、お届けしてきました和田正幸と赤羽健二のワダックスレイディオ、そろそろおしまいのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをメールやツイッターの DM にてお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net、 この番組の公式ツイッターには放送後のレポートや収録風景の写真なども掲載されています、ぜひフォローしてください。
公式ハッシュタグはひらがなでワダックスです。また、番組公式 YouTube ワダックスチャンネルが開設されました、番組本編とおまけトークがお聞きいただけますので、詳しくは Twitter にリンク貼っております。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。さてここでお知らせです。はい、まずは赤羽から、あれですね、夢世界シリーズ最新作でございます、夢職人と忘れ字の黒い妖精、あの事前登録の方始まっております。あの本当にまあ7年ねやって、いやまあ今も現在進行中なんですけど、やってる夢100から新しくね夢世界ものを新しく作って、またねこっちも豪華な方々集めて、もう寝かせに寝かしてね、ようやくそれが今表に出て、ようやく今事前登録のところまで来ておりますんで、ぜひ皆さんたくさん、あのできたくさん登録できないか一人ね一個ですけど、まあご興味ある方ぜひ登録していただいて、あのリリースをちょっとね待っていただけたらなと思います。僕はね七子役という怪盗の役で出ておりますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。和田さん、はい、先週から引き続きですけども、メニューでアイドルマスターのね、タイアップやっております、ミリオンスターズですね、ぜひぜひ、そうですね、ミリオンライブか、ミリオンライブだけなんだろう、まあね、細かい、大丈夫、ミリオンで大丈夫、ミリオンで大丈夫、いやいや、ここはちょっとプロデューサーさんをぜひ教えていただいて、ね、すいません、女の子たちをなんか集めた総社ターミリオンスターズで、コンテンツは多分ミリオンライブみたいな感じ、あだからまあミリオンライブって言った方がいいかもしれないですね、はい、ちょっと激しく勉強になりまして、難しいです。いや難しいですよ、うん、ということでぜひともあのね、なんか初めての方はクーポンも使ってもらえたらと思ってます、うん、はい、おいって大丈夫でございますか、うん、はい、ありがとうございます。な感じで、そうですね、そっか、そのあれなんかね、全39のやつもなんかあるんですもんね、うん、もらえたりするんですもんね、あるある、 あのバネさんもやってみる、いる、持ってくる、うう今度じゃあ持ってくるか。あ、そうですね、欲しいです、ね、欲しいです、全然せっかくだもんね、そうですよ、ミリオンいろいろと制覇したいですよ、うん、なるほどな、結構あれなんですかね、それかなんかバンダイナムコさんとコラボ多い感じあるんですかね、なんかね、テイルズもありましたもんね、そうなの、そうなの、バンナムの人たちがすごいメニューのこと好きでいてくれて、うん、打ち合わせしててもね結構前のめりなんだよね、やろうやろうってなってそうそうなんですよ、もともとね、あのあれなんです、あの前のサイド M の時の担当が僕友達で、はいはいはい、でなんかやろうねって言ってたら、いやいや実はサイド M もあるんだけども、シャニマスもやりませんかとか、じゃあ次ミリオンもみたいになってって、どんどん広がってるですよ、でテイルズも、うん、全39社はさすがにやっぱランダム、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 これは全種類揃えられる人はもういないでしょうね、まずねこれ揃えられた人はすごいよ、いやいやいや、熱心な IMASP ならもしかしたら、だって39回頼んだら絶対無理でしょ絶対無理よ、うん、39じゃ無理よいや、伊福部さんは結構ワンピースね、あの頼んでくださったということで、かなり何種類ぐらい集めました、それでも10種類ぐらい、あ本当ですか、あれ全然何種ぐらいだったんですか、あれもね、あの結構キャラ多かったから30-40あったと思う、あでビッグマムのでっかいやつとかもあるし、そっかそっか、全員の集合してるやつもあるし、だってしかも期間考えたら多分もう1日1回はまず割と1ヶ月やもんね、確かにね、マストでしょ、あの足らないじゃん、朝昼晩飲んでもらう、どっか3食行かなきゃいけないいやというわけでございます、ぜひね皆さんちょっとねこういった、コラボしてますんで、ちょっとご興味持っていただけたらと思いますよ、はい、というわけでお時間でございます。ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と赤羽健二でした、ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。